これはなんだ、雫、雨。はい、僕の現地の水田です。いくらです。こうちゃんです。ようこです。ちょっと皆さん、はい、グループラインがありますけども。ありますね。見てください。おお。問題。何？え？リンゴ、ゴリラ。あ、わかった。どうぞ。ニュートン。正解。おお。早っ。いや、僕ちょっとね、ニュートン分かってたんだけどね、次にゴリラ来たらしりとりだな。そう、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 今回はリンゴが落ちるのを見てひらめいたってことで、ニュートンが正解です。確かにね。はい、はい、はい。まあ、こういう感じで、ラインスタンプ、クイズの問題文に使えるなと思って。なるほど、なるほどね。しかも誰でもできるんで、みんなでクイズ出し合おうかなって。おー、どういう順番でやるかっていうのを、まあ、じゃんけんでやってもいいんだけど、うん、今回ね、LINE にね、あみだくじっていう機能があるんで。おー、来ました、来ました、あみだくじ。よく使ってますよ。あみだくじ、え？あみだくじよく使ってる。LINE の機能のあみだくじよく使ってる。マジで？俺、使ってる。初めて使うわ。僕も初めて使うわ。あみだくじか。あのね、出てるね。形があみだ如来の後輩に似ていることかな。素晴らしい。素晴らしい。その通りでござる。するわ。えい。おうちゃん。はい、アミダクジスタートってやればいい。アミダクジスタートで遅い。スタート見ると、山本。あ、すごい。めっちゃ音鳴るやん。お、4番だね。1だ。俺2だ。これ何人ぐらいできるの？いや、多分どこまででもいけんじゃない。そのグループが作れる限りはできるから。うわ、めっちゃやりたい。100人ぐらいでやる。アミダクジの結果、山本1、伊沢2、福良3、こうちゃん4。はい。で、この順番で出題していきましょう。早送りにしようか。早送り？お、早送り？確かに。分かったら、早送信、早送信。答え早送り。そう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 。じゃあ行きます。あ、おお、OK、OK、OK。はいはいはい。馬かな？人間バンジー最後が馬。違います。これはなんだ、雫、雨。あ、そうじゃない？違います。あ、違うんだ。いや、今は馬の線分けるね、雨。あ、それ打とうと思って。あ、あれ？これはこれなのね。なんで？なんでノーリズに対して。全然違いますけど、なんでですか？競馬監督室の。あ、あれ使っちゃおうかな。ちょっとヒントのために。はい、ちょっとあのこれね、文字をね、送れるっていうやつがありまして。ああ、はいはいはい。孫にお印象でもね、泣いて場所ぶっきりでもない。わあ。じゃあ逆、違う方向から攻めようか。はいはいはい。これもうこれでしょ。あー、違いますね。答えはことわざでいい。ことわざでしょ。え？違いますよ。おい、何だろ、ことわざって。違う、違うんだよ。でも、ことわざなの。何を何しよう。なーの。こっちの方がいいじゃん。じゃこっちで行ってみる。水と流れ星。まあ流星。あ、違う、全然違う。もう全然違う。だからもう、なんでだよ。もうさ、分かってるでしょ、ことわざでしょ。で、馬は別名ね、馬じゃなくて、ことわざで、馬じゃないのが出るといえば、正解！あ、正解！正解です！冗談でした！これは、魚は？ナマズです、これは。無理だよ！ナマズ型じゃないじゃん、魚！そんな話じゃないから、ナマズ何だよ！植物で水筒にするやつ何よ？氷点下でしょ！そういうこと、そういうことだよ！クリクリするでしょ。ひょうたんからコマってことか。そうそう、ひょうたんからコマ。さっきの星は何だったの？流れ、川流れ。流れよ。川でねやんけ。川がなかったの。川がなくて、でも水と流れでいけるやろと思ってこれ表現したの。ことわざもむずいし。まあまあ、これは伊沢さんに1ポイント。まあね、まあね、まあ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 、嬉しい。さすがですね。次は私ですね。伊沢さん、私の出題だ。はい、どうした？問題、これは何なんだろうね。キランっていう、これなんか企んでるんじゃない？ポーズですね。ポーズ。なんで愉快な。待って待って、これまたヤバいって。これ違う。ああ、僕ないでも、棒やってルーティンからの走ってポーンみたいな。これグリコのマグや。おお、グリコのマグのモデルとなった金栗しそう。違います。違います。そんなことある？喧嘩した後、わーいってことで。ああ、なるほど。あ、違いますね。違いますか？陽電子ビーム。陽電子ビーム。これはヒントじゃなくて煽りです。煽りって煽りじゃない。何でステージ煽り。全く無関係。違いますね。あ、でも今のところ一番系統としては近いのゴジラですね。
いや、2個目ゴジラのこのね、足踏みで街を破壊して違いすぎるでしょ。 あ、でもね、こんな可愛い、あ、イメージ感近いです。イメージ感近いです。あ、これあ、今ちょっといい。あ、はい、正解。あー、あれではね、この、なんだっけ、もう知らないから正解だよ。それイカリあんだっけ、イカリゲンド。あ、そうそう、イカリゲンド。あ、それか。なるほど、知らんやつのムーブだったけど。でもお見事、素晴らしい。いや、伊沢さん、こんだけの付き合いあるんだからさ、ここのみんながさ、今、あんま知らないこともない。いや、俺はね、常に視聴者を見てる。もう、陽電子が出てくるときはね、エヴァぐらいですよね。僕、重ねスタンプ使いましたけど、陽電子っていうスタンプないよね、だって。絶対ないんだよ。これはあのカスタムスタンプでね、あのスタンプの中の文字いくらでも入れ替えられる。これいいっすね。これどういう感じでやったの？カスタムのスタンプをクリックして、一番下にテキスト変更ってのがあるんですよ。おで、クリックするとテキスト変更できるんで、そこに陽電子って打ち込んで完了して、陽電子スタンプが使える。だからね、ビームはもともと書いてる。あ、そう。すごくない？ビームもともとあった。じゃあ次は。はい。じゃあ僕ですね。はい。お、はい。行きます。はい。じゃあこれでいこう。知らせ飲むじゃん。違う。猛攻ね。猛攻ねってなんだっけ。猛攻ね。何これ違う。あ、もうマジブロッケン現象のスタンプなのこれ。そう、これ絶対ブロッケン現象。山の間、日の出、日の入り。ほら、もういけるでしょ。ね、何これ。お、お、正解正解正解。いや、そうでしょ。次送ろうとしてたのが、これ。あー、そういうことか。もうこれ、だっておじいさんが山に島借りに行って、おばあさん。あー、すげえ、早っ。早っ。これだから、正解でなかったら、次、川、桃、うん、で、団子、犬、猿、キジ、鬼ってこう、どんどん足していこうかなって。でも、川ないよ、残念ながら。川ないんですよ。あ、川はない、そうそう、川はない。水と流れ星。ならない。じゃあ、俺か。はい、次行こうじゃん。はい。はい。来た。はぁ？ババチョップじゃない？ブー。何これ、ネックレス？正解！よっしゃー！はい、最高ですね。いや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 、どういうこと、どういうこと？これはもうあれ、これ実がなのね。そう。だから、意味わかんない、意味わかんない。手につけるアクセサリーが、あん、ブレスレットですが、ですが、これで一周終わって山本さんと俺が1ポイント、福田さん2ポイント。いやー、俺まだ答えてない。福田さんゼロじゃん。はい、じゃあ行きます。はい、問題違います。そんなピンポイントで違います。いいですか？違います。違う。こういうことね。こういうことね。あー、惜しいですね。違います。惜しいの？惜しくないです。はい。はい、こちら。まだわかんないかも。カプトカニ？クイズ属違います。どこからやってんねんみたいなこと。カニ、カニかなと思って。カニ、カニ。高橋が一番言ったやつ。あ、そっか。関係ない。カニかなと。じゃあ、3つ目いきます。はい、はい、こちら。私じゃないです。ああ。ってことは、な、違います。本来これ、やばいかも。もう終わりだよ。これはうまいよ。これはもう皆さん分かってますよね、視聴者の皆さんね。嘘でしょ。もうこれ、エコちゃん思いついたの。邪魔しよう。あー、違う。違います。おにぇー、リーキーじゃないぞ。え、だって見せてる。分かった、分かった。絶対正解。え、なに、え、リーキー、これでしょ。正解。これ真ん中のさ、あの書くやつね。これは高いと言って、これじゃないよ。だってさ、ナイスガイド、すごいでしょ。どう考えてもある。ちっちゃいけど、これでやんないよ。これで1個目が邪魔、邪魔、邪魔。はい、じゃあ杉澤さんかな。いきますよ。よっしゃ。問題、数字、待って、はい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 、はい、違う、あ、違う、違う。なんで一チームの人数が4人。あー、そういうことね。あ、違います。あー、違う。アルゴバステップス4文字。あ、違います。違うか、これは。違うか、4要素っていうことなのか。うん、まあ違う。これはうん、より違う。マジで違う。より違う。まあ、でも今のところ福田さんが一番欲しい。あ、違います。雷の要素なんだ。サタッチ。あ、違います。あー、まあでも傾向としてはちょっと近くなんですよ。そう思った。え、ハゲ同です。激しく同意。激しく同意だな、これ。激しく。はい。あ、福田さん正解。おお、ふわ雷同正解です。え、でも分かんない、全然分かんない。俺雷だって言ったんだけど。ふわ、ふわってしてるの。
で、ライで、どうって、これここも入ってんだ。あ、そうだよ。しかもこれ、ブアライドの意味がハゲドーです的な、なんかムーブをやるやつっていうのがね、すごいよくわかるんだよね。まあ、勉強にはなるね。勉強になるね。はい、じゃあ、じゃあ、クラさん。はい。クラさん2点になったね。問題。ナスか。まあね。全然違う。全然違うんですか、これね。これ何？はい、正解！はい、おお、最強すぎる。これは早いでしょ。これ新聞紙？これは全然違う。これ新聞紙じゃん。伊沢さん強いな。イエイ。じゃあ俺か最後。よっしゃ、最後取ったけど。いきまーす。よっしゃ。問題。ん？違うか。これだな。ブー。まあでもね、いいっすよ。深さんいいっすよ。え？元は正解。え、どれどれ、やったー、ヤシマのほぼじゃねえか。やった、ごっちゃんです。ごっちゃんです。ということで2点、1点、3点、2点ということで伊沢さん優勝。イエーイ、これは強かった。強かった。まあ伊沢さん強かったよ。スピードスター、アニメ縛りとかやっても面白いと思うんだよ。確かに、最初から言っていた。もうちょっと狭い方がいいかもね。縛って遊ぶとね、歌遊べると思う。確かに。だって縛んなかった結果がさ、そのことわざを連呼してさ、ことわざじゃないんだよ。おい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 。ということで今日ね、ラインサプでね、たくさん遊んできました。アミラクルの今日もね、僕初めて使いました。あったね、そう。1時間前だ。だいぶないだ。はい。いろんな機能があるので、皆さんそれで遊んでみてください。ということで、チャンネル登録、高評価も高評価、ツイッターもよろしく、スタロン。失礼します。本に来てねー。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるので、フォローしてください。それでは、また次の動画を見てくださいね。